防衛省、そして自衛隊の政策研究の中核を担う防衛省防衛研究所。我が国唯一の国立の安全保障に関する研究機関として、安全保障、国際関係論、地域研究、戦争史に関する政策思考の研究を一手に担う。また自衛隊高級幹部の育成のための国防大学レベルの教育機関としての機能や、膨大な戦史資料の公開管理を行う我が国最大の戦史研究センターとしての役割も果たしている。2020年にはアメリカペンシルバニア大学のシンクタンクランキングの安全保障分野で世界第9位、アジアでは第1位に選出。日本の安全保障政策において揺るぎない地位を確立している防衛研究所は、2022年創設70周年の節目を迎えた。終戦後間もない1952年、防衛研究所の前身でもある保安庁保安研修所が設置された。1954年防衛庁自衛隊の発足に合わせ防衛研修所に改称。1985年には防衛研究所と改称し、研修・教育から安全保障や戦史の研究に重点が置かれる。そして2016年、目黒地区から現在の市ヶ谷地区に移転。現在、大臣など政府高官をはじめ、さまざまなブリーフィングを通じ政策支援に力を入れる防衛研究所。防衛省自衛隊の知的基盤として存在感を示している。防衛研究所は防衛省のシンクタンクであるとともに、我が国唯一の国立の安全保障に関する研究教育機関です。防研にはおよそ90名の研究者が所属しており、政策研究や情勢分析を行っております。法律、経済、社会、戦史などの伝統的な分野にとどまらず、宇宙やサイバー分野の研究も行っています。また公文書管理法に基づいて歴史資料等保有施設に指定されています。多数の戦史資料を保存しており、戦史研究に多大な貢献をしております。防衛研究所は幹部自衛官や幹部職員の教育を留学生を交えて行っています。教育では軍事的な視点だけではなく政策的な視点も重視しており、各国の大使を講師としてお招きすることもあります。また防衛研究所は国内外の研究ネットワークの拡充にも努めています。さまざまな国の国防研究機関や民間の研究機関との交流を深めています。さらにさまざまな国際会議を主催し、海外の研究者を日本に招聘するほか、防衛研究所の研究者を海外に派遣しています。防衛研究所はさまざまな研究成果を刊行しています。東アジア地域の戦略環境や安全保障上の課題を分析する東アジア戦略概観、中国の軍事安全保障について分析する中国安全保障レポートがあります。その他、安全保障の専門学術雑誌安全保障戦略研究のほか、戦史研究年報を年次報告書として刊行しています。またホームページ上では安全保障上のトピックをタイムリーに解説するブリーフィングメモやコメンタリー、
所蔵資料を紹介する戦史秘話を発信しています。令和3年8月、防衛研究所は科学研究費助成事業への応募が可能となる研究機関に指定されました。これにより大学、シンクタンクの先生方との共同研究を積極的に推進するなど、一層の研究能力の向上に努めます。防衛研究所内では専門分野を担う多くのセクションが躍動している。政策研究部は我が国の防衛政策、諸外国の国防政策、軍事戦略およびグローバルな安全保障に関する研究活動を実施しています。多様な背景と豊富な経験を持つ先輩研究者に囲まれながら、日本の政治と安全保障について研究しています。理論研究部は安全保障に関わる法制政治社会経済について理論的あるいは比較の視座から研究を実施しています。地域研究部は現地語を駆使して諸外国の地域情勢や国際関係について研究活動を実施しています。私は朝鮮半島の安全保障を研究しています。さまざまな分野の研究者がいる中で専門性を高めていけることが貢献の強みであると感じています。教育部は防衛省自衛隊の幹部自衛官、幹部職員、他省庁の幹部職員に対して安全保障に関する家庭教育を実施しています。戦史研究センターは日本で唯一の戦争の歴史を専門に研究する部署です。また当センターの資料室では旧陸海軍の資料を所蔵しており、戦争史研究の進展に寄与しております。今年度戦争史研究国際フォーラムを担当しました。テーマは歴史としての湾岸戦争です。資料室では旧陸海軍の資料を整理保管しているほか、資料閲覧室で一般の方々への資料閲覧のサービスを実施しています。ここでは自衛隊の管理及び運営についての基本的な調査研究に関する国際交流を実施するとともに、図書館の研究図書を管理しています。政策シミュレーション室では自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションを実施しています。さまざまな分野の専門家が参加し、仮想状況を検証する演習を実施しています。毎回非常に刺激的な演習が行われています。企画部では総務、人事、会計とともに調査研究や研修の総合的な企画及び調整を実施しています。2022年創設70周年の節目を迎えた防衛研究所。防衛省自衛隊の知的基盤としてさらなる躍進を誓う。これからも国民の皆様に安全保障に関する知識や情報を的確に発信できるよう、SNS を含む様々な手段を活用し取り組んでまいります。防衛研究所 YouTube チャンネルが始まります。ぜひチャンネル登録してください。